北の果て、オホーツク海と太平洋の入り混じるところ、歯舞本村の人々が今日も昆布を採取している。ノサップ岬で採れたこの昆布は、日本最東端の駅根室駅から全国に向けて送り出される。函館港、人々が寝静まった頃も貨物列車を動かす人たちは働いている。昆布の貨車をお腹の中に飲み込んだ8000トン級の新鋭船が北海道から本州に向かう。青森、根室発鹿児島行きの昆布の貨車は奥羽本線を選んで一路日本海側を走っていく。日本一の規模を誇る吹田操車場、貨物列車はここで行く先別に仕分けされ組み替えられる。昆布の貨車もここで切り離され、各地から来た九州行きの貨車と一緒になる。今日本の貨物輸送は大きな転換期に差し掛かっている。かつて貨物列車はカラス列車と呼ばれていた。それが今カラフル列車に変わりつつある。さまざまな物資に応じてぴったり合った貨車の創造とともに、貨車の大型化と100キロ以上のスピードが出る高速貨車の誕生が近代化の際立った特色である。3000キロ、貨物列車は1週間走りに走って鹿児島駅に着いた。定時到着。